花田美術の花田純です。本日は、佐藤忠良先生をご紹介したいと思います。佐藤忠良先生は1912年7月9日だったと思うんですが、明治45年生まれの宮城県で生まれた先生です。ただ残念ながら2011年ですね、にお亡くなりになられてしまいましたが、先生とは僕は、子供の頃からお世話になっておりまして、よく杉並の家にも遊びに行かさせていただいたりしました。この作品は先生の代表的な、構図というか、モチーフの額の作品になるんですけれども、先生は本当に、お亡くなられる、寸前まで毎日のように、粘土に触れながら、いつ遊びに行かさせていただいても制作意欲も失わずにされてた先生です。弊社には今、2点先生の作品がありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。